皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。月間アクセス140万 PV 見てくれてる人24万人の姫路エリアでは最大級のメディア姫路の種を応援しております。いつもこのチャンネルを見てくださっている皆さんありがとうございます。本日は、姫路駅前にやってきております。ご依頼いただきました。呼んでいきたいと思います。マッピーロール0610073からご依頼いただきました。ずっと開店予定のところに情報が上がっていた高級食パン銀座フェスタ地下にオープンするようです。以前リーガルのお店があったところに全面広告が貼ってありましたとのことで、では最も食べたい高級食パン、メディアでも話題の SNS でも絶賛の嵐、姫路の種、読者の皆さんからも気になるという声が多かった蜜にこだわる高級食パン銀座、いよいよ姫路に上陸しますということやったんですけども、これを3ヶ月ほど前にね情報いただいたんですが、4月19日10時からオープン予定だったんですが、新型コロナの影響で、延期になってしまったんで、現在の様子を見に行きたいと思います。それでは行ってみましょう。えいえいぽう。何回かな姫路駅前の情報はねお伝えしたんですけども、今日もねまだ以前3ヶ月4ヶ月ほど前の人の多さには全然戻ってませんね。どちらかというと静かな姫路駅前です。はい、あちらのフェスタの地下ですね。はい、地下は昔リーガルがあったところに、オープンいたします。はい、あれから3ヶ月どうなったんでしょうか、行ってみたいと思います。あそこですね。こちらにも人通りが増えて、ここの公園も人が増えてますね。徐々に戻ってますけども、全体的にはまだまだ人通りは戻ってないです。はい、行ってみましょう。はい、ということで、やってきました。ちょっと見てみたいと思います。あ、書いてますね。おー、オープン日決まってるやん。2020年6月8日10時オープンと書いてます。あ、なんかパンフレットがあるんでもらいたいと思います。はい、ということで6月10日にオープン日変わってオープンするようです。実は4月にですね、オープンするときに事前に中に入れてもらって食パンを食べてきてますので、その模様をこのチャンネルを見てくれてる皆さんだけに特別にお見せします。それではご覧ください、どうぞ。あ、オープンに向けて皆さん準備されています。造形用で用意してまして、まあこれお客さんの方で包んでいただく形になるんですけども、こういうふうに、まあこのそういう造形品にどっちかというと特化してる、こういうお持ち帰り用品、はい、手ぬぐいつけてます。で、パンはよく他のお店であるじゃないですか。何時に焼き上がるみたいな。そういうの決まってるんですか？一応、基本的にうちは30分ごとにずっと焼き上げてるので。そうなんですね。何時とか別に決まってるわけではないんですけど。ふうさん予約、じゃあ12時に予約したいなと思ったら、11時半ぐらいに予約して、みたいな、そういう感じですか？そうですね。一応、ご予約の分は、焼き上がり直近のものを用意はしてるんで。じゃあ、常時その状況が見れるようになるってことなんですか？基本的にそのウェブとかだと、前日までの予約ができる。あ、失礼しました。失礼しました。あ、そうなんですね。あ、に関してはもうお電話でお問い合わせいただければ。であれば、ほんじゃ置いといてください、みたいなんで行くみたいな。あ、なるほど、なるほど。一日どれぐらいを想定して作られるんですか？一応、まあ、こういう状況なんでちょっと落としますけど、まあ、オープン時は一応700ぐらいは。うん、通常ではは、ちょっとね、まだ読めないことがあるんですけど。そうですね、この状況ですから、はい、まあ、今日までは多分5、600ぐらいずっと焼いていく形になると思うので、控えてます、お渡しする件と、オープン当日、うん、すいません、今日は実物のパンはないんですよね？あります。あるんですか、はい、見せてもらえるんですか？はい、どうぞ。なんと、オープン前に、その食パンを見せていただけるそうです。おぉ、
いや、これ今焼きたてなんですか。今焼きたてなんです。おー、いけてた。見てください、これ皆さん、わかりますか。もうなんかすごい甘い匂いがしてるんですよ。どうやってくるんですか、このまま。そのまま。このままですか、はい、じゃあ、失礼します。あ、柔らかい。じゃあ、いただきます。めっちゃ柔らかい、ふかふか、甘いね。これ何にもかけんでも、これ一個食べれますよ。口どけが柔らかくてすごい美味しい。めちゃめちゃ美味しいですよ。まだ練習の段階なんで。これ失敗とかないですよ。1本目で失敗とかないですよ。もっと美味しいなるかもしれんってことですか。いや、これだけ美味しい。いや、もうこれで美味しいよ。まだ練習の段階なんで。これ練習。めちゃめちゃ大胆よ。すいません、ありがとうございます。すっごい柔らかいんですよ、うん、このね、耳まで柔らかいんですよ。なかなかないですよ。めっちゃいい匂いですね。はい、スタッフの皆さんも、オープン間近なんでまだ食べられてないそうなので、ちょっと食べて感想を聞かせてください。感想は難しいから、いや、感想いらない、いらない、いらない。めっちゃ柔らかい。いただきます。すごい。でもこんだけ柔らかくて美味しいものを売るんやったらね、表情も嘘ないですよね。え、店長さん姫路の方なんですか。出身は京都です。今は姫路です。あ、もう長いんですか。7年ぐらい。あ、そうなんですね。ほな、まあまあ姫路もじゃあ駅前なんかもよくわかるみたいな。これ どうですかね、今回あのここにオープンなんですけど、まあ、他で売られててこっちに来られたんですか。まあ、西川自体が今全国展開してる中で、はい、まあ、もう全国で今60店舗ぐらいあるんですけど、はい、まあ、兵庫県であれば三宮、あと塚口、宝塚、六本木あるんですけど、まあ、本当に姫路自体にできるのはここが初めてなんで。そうですよね。ですから、まあ、これよりも先行くんであれば岡山まで行きますから。あ、岡山にあるんですね。そうですね。ですから、まあ、兵庫県の一番端で言えば本当に姫路になりますからね。いや、じゃあもうめっちゃ嬉しいです、俺らとしてはね。まだ半斤しか食べてないんですけど、お腹いっぱいです。ありがとうございます。持って帰ってまたかぶりついてください。かぶっちゃっていいんですか。かぶっちゃってください。かぶるはかぶるでも頭にはかぶらないで。はい、ということでどうでしたか。銀座西川の食べたくなりますよね。はい、詳細は姫路のタレの記事にも書いてますのでご覧ください。はい、ということで、姫路のタレは皆さんの情報をもとに成り立っております。姫路のタレのメッセージかチャンネルのコメント欄にコメントを残してください。ということで、また少し姫路の未来でお会いしましょう。水にこだわる高級食パン、めっちゃかっこいいね。あげます。あ、かっこいい食パン、これ誰が書いたんでしょうか。達筆ですね。お買い上げいただき誠にありがとうございます。まだ買ってません。店舗の工房で毎日手作りしている食パンなの、食パンの焼きたての香りと味をそのままお持ち帰りください。帰ります。そのままお持ち帰りください。持って帰ります。はい、おー、めっちゃ製法なのかな、めっちゃ細かく書いてます。絹のようにしっとりした耳、淡雪のような口どけのほんのり甘い食パンです。はい、ここにね、内容がめちゃくちゃ詳しく書いてますので、パンフレット皆さんも持って帰ってください。